変革。モンゴル語、チベット語、漢文、満州語で記されている。壁雲寺は、北京の西郊外にある香山の麓にある、岩町のイタリ順2年に建立され、現在に至る。岩町建国の原動である、ヤリツ素材の子孫である、アロクアタルの宅地であった場所を寺としたのだが、当時は、壁雲岩と呼ばれた。明朝の聖徳9年に、 大馬館がこの地の風水を気に入り、拡張された。新朝の建立十三年に、建立帝により、大規模な修繕と拡張が行われ、現在の規模になった。壁雲寺は山を背にして、西に座している。面積は、約4000平方メートルになり、香山の入り口を入るとすぐに、壁雲寺がある。三門殿、弥勒殿、太遊宝殿、孫中山記念堂。 菩薩殿、羅漢堂、金剛宝座等などにより構成されている。2001年に国務院により全国重点分物保護単位に指定された。三門には西方極楽世界、阿弥陀仏安陽道場と書かれ、両脇に石子が寺を守護している。弥勒殿には弥勒菩薩が安置され、建隆帝が記号したとされる聖縁三社の文字がある。 菩薩殿には大聖子菩薩、文殊菩薩、観音菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩が安置されている。大友宝殿にはおくるみが説法をする仏像が安置され、両側には阿南と仮称、左右に文殊菩薩、弥勒菩薩が中央を向いている。そのうちには十八羅漢が並んでいる。後ろに向かうと、海島観音像が安置されており、両側に全財鳥羽女がいる。 2005年、壁雲寺の修復の際、金剛宝座島付近において、沈母獣が発見された。専門家による検証によると、当時の義中県の墓の遺物であるとされた。ただし2013年に、スタッフが巡回している時、裏庭から人が入り、一部盗まれてしまった。孫文が北京で亡くなった後は、この地で一時的に安置された。そのため中には、 存分記念堂がある。以前には地下鉄がなかったためアクセスが不便であったが、現在には地下鉄が開通し非常に便利になった。毎年秋になると、か山の紅葉を見ようと多くの人々が訪れ、この壁運寺に参拝する人も多くいる。ありがとうございます。